プレミアリーグ、ニューカッスル1、ゼロアーセナル、日本時間11月5日、セントジェームズパーク。映像、胸ぐらをつかみど付き合うがち喧嘩が勃発。場内が騒然とするど付き合いに発展した。ニューカッスルのブラジル代表ブルーのギマランイースのプレーに対してアーセナルのイングランド代表デクラン・ライスが激怒し、両者は一触即発の雰囲気に。これにはファンも、めちゃくちゃだわ、 と小競り合いを見守った。問題のシーンは前半終了間際のことだった。スコアレスで迎えた45プラス4分、右サイドをアーセナルの坂が仕掛けると相手の守備にあってラインを割る。その際、ボールは坂に当たっていたとして先進が入荷するボールの判定を下すと、坂が、いやいやマイボールでしょ、と詰め寄っていく。その間、すぐさま入荷するがプレーを再開すると、 ボールを受けたブルーのギマランイスに対して、イングランド代表 FW エディ・エンケティアがもうプレスで高い位置からのボールダッシュを試みたが、これはファウルとなった。しかし、中継映像は不思議な光景を捉えていた。ニューカッスルのダンバーンは自チームのスローインだと思いラインサイでボールを受け取るが、その背後では味方のギマランイスが早いリスタートで FK を始めていた。次の瞬間、 映像はギマランイスとライスが互いにどつきあい、やり合う事態に発展していた。何が起きたのか。リプレイを見ると、リスタートしたギマランイスが逆サイドへ大きく蹴り込み出そうとしたボールが、至近距離にいたドイツ代表カイ・ハバーツを直撃していたのだ。ハバーツは純粋にコースを塞ぐ守備をしたようだが、遠目からはギマランイスが相手に向かって蹴り込んだように見えなくもない。ライスにとっては、 それが報復行為のように感じたのか、過剰なプレーに対してブチギレしたと推測されるシーンだった。これにはファンも、いや何してるんだ W、ガチでおもろい、動物園かよ、と盛り上がり、その試合で見られた、相手を殴る、シーンなども持ち出して、パンチ蹴り入れ、めちゃくちゃだわ、と、ある意味で激しい試合を楽しんでいた。アベマの実況、野村昭広氏も、 何かザ・プレミアみたいなゲームになっていますね。と話したように、ピッチはバチバチの雰囲気かつ場内が騒然とする一戦となっていた。